このカーブ気持ちいい。それじゃ乾杯。はい、というわけでポケットパークに到着です。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はアニメスーパーカブの聖地巡礼に行ってみたいと思います。はい、というわけで今回はアニメスーパーカブの聖地巡礼にね行ってみるわけなんですけど、私は今どこにいるかというと、どーん、山中湖と富士山の目の前にいます。はい、アニメねスーパーカブが始まってからやっぱりねスーパーカブ C125 に乗ってる身としては絶対ね聖地巡礼行きたいなというふうに思っていたので、聖地巡礼にね行くのをねすっごくね楽しみにしていました。それじゃあ早速スーパーカブに乗って行きましょう。しがみなの動画、やばー、山中湖めっちゃ綺麗。美しい景色を見ながらツーリングするのってめっちゃいい気分になりますよね。今はね山中湖沿いを走っているわけなんですけど、今回はさっきも言ったと思うのですがスーパーカブの聖地巡礼ということなので、いろいろとね巡りに行けたらいいなというふうに思っています。はい、スーパーカブのね聖地もねこの辺周辺だったような気がするので、まあできればね何か所か巡りたいのですが、詳しくね場所までを調べていないので、何度かでね調べてアニメスーパーカブの聖地に行ってみたいと思います。しがみなの動画。はい、じゃあね休憩スポット道の駅富士吉田に寄りたいなと思います。いやー、ご飯屋さんあるかな、初めて来るかも。ちょっと腹ペコだよ。あ、定食コーナーあるね、よかった。バイクも止められるところがあるんでそこに止めたいなと思います。はい、というわけでね富士山ビールというお店にやってきました。お腹もね空いたのでそろそろいただきたいと思います。でね、富士山ビールということなんでせっかくなのでね、これね、なんと富士山ビール、ツーリング中にビール飲んじゃいたいと思います。それじゃ乾杯。うん、そです。はい、というわけでね実は皆さんこれ嘘です。こういうねデザインのマグカップなんですよね。そこにね売ってたので買ってきちゃいました。ご飯も冷めちゃうので食べましょうかね。じゃあいただきます。はい、今日のねお昼ご飯はビーフシチューでーす。とりあえずパンにつけて食べたくなっちゃう。うーん、おいしい。いいね、ビーフシチューにパンがめっちゃ合う。はい、今パンにオリーブオイルをねつけたんですけど、私は昔はパンにオリーブオイルをつける風習は謎だなって思ってたんですが、最近はね美味しく感じるようになりました。これめっちゃ合うんですよね。しがみなの動画。はい、というわけでね道の駅富士吉田でねご飯を食べてから今しばらく30分ぐらいかな走行してきました。そして今の時刻は15時半です。北斗市にね向けてね走行中です。いやー、どんな感じなんだろう。私はね聖地巡礼って結構好きでね、やっぱりキャラクターがいた場所にね入り込めるって楽しいですよね。私思うんだけどさ、山梨県聖地っていいよね。山梨ってめっちゃいい場所だからさ、聖地巡礼行くのが楽しみになる。アニメゆるキャンの聖地も山梨とか静岡ね、土地の方だったので巡るのねめっちゃ楽しかったんですけど、スーパーカブのアニメの聖地巡礼もこれからねいろいろ行ってみるのがねすっごくね楽しみですね。はい、それじゃあのんびりと福祉を目指していきたいと思います。しがみなの動画。はい、あと 1,2 分ぐらいで聖地巡礼スポットのポケットパークに到着予定です。どんな感じなのかな、もう少しで着くはず。あれか、うわ気持ちいい。あ、見えてきました。はい、というわけでポケットパークに到着です。はい、というわけでポケットパークに到着です。おー、すごいねのんびりできそうなスポットですね。はい、中にベンチがあるんですけど、ここね風の通りが良くてすごく心地いいです。
ゃあ次はね、こぐまがバイクを買った場所に行ってみたいなと思います。ハブとの出会いの場ですね。ここからね、ちょっとだけ走るみたいなので少し場所を移動しますね。とってものどかな場所ですね。田んぼとかあったから田んぼ写真とか撮れそう。はい、というわけで2番目のね、聖地巡礼スポットに到着です。ここはね、主人公がバイクをね、購入した場所みたいです。はい、ハブと写すとこんな感じです。なんとも不思議な光景ですね。はい、ちょっとね、道路脇なんでここの聖地巡礼はこのぐらいにして、次の最終目的地である日の春駅に行ってみたいなと思います。しがみなの動画。はい、というわけでね、今ね、最後の聖地巡礼スポットである日の春駅に向かっています。はい、結構ね、設置が密集していて、あと4分ぐらいでね、到着予定です。曲がるらしい。なかなかのカーブ、冒険感あるな。やば、ジブリに出てきそうなトンネル。で、道なりに行けばね、日の春駅に到着するっぽいです。夕暮れまでにね、間に合うかなとちょっと心配だったのですが、何か間に合いそうな感じですね。わー、このカーブー気持ちいい。子供はもうこんな感じでね、ここの街を走っていたんでしょうかね。いや、超いい時間帯、夕焼けの時間帯がやってくるね。もう少しで駅まではもう少しだね。はい、というわけで日の春駅が見えてきました。お、ここだ、入ってみよう。あー、そう、ここだ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 、ここですよ、ここ、ここ、おー、これですね。到着。とりあえず一回駐車しようかな。はい、というわけでアニメスーパーカブの聖地巡礼スポット3番目のスポット日の春駅に到着です。おー、レトロな感じでかっこいいですね。はい、実際に行ってみてね、思ったんですけど、すごいね、カブと似合っていておしゃれな駅でした。ちょっとね、撮影をしようかなと思います。しがみなの動画。しがみなの動画。はい、というわけでね、日の春駅でした。いや、雰囲気抜群で、多分ね、すっごいね、似合うような駅でしたね。たまに中野駅であんな感じの雰囲気のいい駅ってありますよね。私もバイク走りながら見かけると、わー、かっこいいっていつもなってたんですけど、間近に見るとさらにかっこいいっていうね。で、私はね、アニメの聖地巡礼は今回やったアニメスーパーカブの聖地巡礼の他にも、ゆるキャンのね、聖地巡礼もやったことあるんですけど、どっちの聖地にも共通して思うことがあって、いや、聖地ってすごくいい場所だなと思って、雰囲気すっごい持ってる場所が多いんですよね。はい、やっぱりね、作者の人がここがいいっていう風に思って聖地に選ばれるだけあるなーなんて思いました。はい、というわけでね、今回はアニメスーパーカブの聖地巡礼をしたわけなんですけど、いやー、本当にね、いい場所の連続で本当に楽しかったです。もうね、この北斗市自体の雰囲気がすっごく良くて、カブでね、巡るのもすごく楽しかったです。はい、それで現在時刻は18時25分です。本日の宿なんですけど、長野県の佐久市、そういうところに宿を取っていて、北斗市からはね、意外と遠くて、あと68キロぐらいでした。いやー、もっと近いと思ってたんだけどなー。ちょっとね、遅くにね、今日もついちゃいそうな気がします。まあ、ここから先ものんびりとね、走っていこうかなと思います。それではね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので、概要欄からフォローお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。